ローランドはドイツとフランスによって共同開発された短距離防空ミサイルシステムおよびこれで使用されるミサイル団体である。本システムはフランスのアエロスパシアル社とドイツのメッサーシミットベルコーブローム社が1964年から共同開発を始めた野戦起動が可能な対空ミサイルシステムで両社の合弁会社であるユーロミサイル社の製品である。 1977年には最初のシステムがフランス陸軍で運用を始めた。システムは砲塔型の発射機を中心にコンパクトにまとめられており、搭載する車両をある程度自由に選ぶことができる。ローランド対空ミサイルシステムは全世界で650機を超える発射機が販売されており、フォークランド紛争・湾岸戦争での実戦使用例がある。誘導システムを備えた 旋回式砲塔の両脇に不行可能なミサイルランチャーを一機ずつ備えている。ミサイルは保管、運搬可能なキャニスターに装填されたままランチャーに装填され発射される。発射後はキャニスターが自動的に投棄され、車体の断層から新しいミサイルを収めたキャニスターが競り上がり、ランチャーが回転して自動的にキャニスターを拾い上げてミサイルを装填する。 6.5kg の高性能爆薬弾頭を備えたミサイルは固体燃料を用いた二段式ロケットで M1.6 まで加速され射程 500m 以上 6300m 以下の高度 3000m までの目標を攻撃することができる。目標へは指令上順線一致にて誘導される。基本的には 発射機単独で運用が可能で、発射機車両のみで1システムが構成されるが、レーダーによる追跡、誘導システムに対応したローランド2以降は、レーダーと射撃管制装置を単独で、車両に搭載した捜索管制システムと複数の発射機車両で構成されるタイプのシステムも用意されている。ローランドはいくつかのバージョンが製造されている。現行システムでは、 ローランド2、ローランド3、ローランド VT-1 ミサイルを発射することができる。ローランド対空ミサイルシステムは以下に示す様々なプラットフォーム上に装備されている。このほか、キャロルと命名された空輸可能なシェルターが1995年に開発されている。キャロルは7.8トンコンテナにローランドの砲塔を装備した地上に固定配備する拠点防空兵器で、 空港、物資集積所のような重要拠点を防衛するために地上に配備することができ、トラックで輸送することができる。ローランド対空ミサイルシステムは現在、フランス、アルゼンチン、ブラジル、ナイジェリア、カタール、スロベニア、スペイン、ベネズエラで運用されている。共同開発国の一方であるドイツでは、ローランド対空ミサイルシステムはすでに運用されていない。 ローランドはアメリカ陸軍によって調達された数少ない外国製対空ミサイルシステムの一つである。アメリカ軍は1974年にローランド2の導入を決定、ボーイング社とヒューズ社がライセンスを購入、独自に高学、さ方式を赤外線、さ方式に改良したものをスミム -115A として1978年に採用した。当初は M109 自走法の車体にシステムを搭載したものが、x m 9 7 5として、開発、採用された。しかし、標準、誘導方式の変更により、開発費用が予定額を大幅に超過したために計画は見直され、議会が本格導入のための予算案を承認しなかったため、本格運用に入る前に計画は中止された。結果、すでに発注された。 先行量産分、発射機27機及びミサイル575発のみが搭載車台を M812A1 トラックに変更されて納入され、ニューメキシコ州の周兵部隊に1個防空大隊が編成されたのみに終わった。1989年には予備兵器に指定されて部隊も改編され、アメリカにおけるローランドの運用は終了した。 いずれも綴りは同じだが、英語読みでは、ローランド、ドイツ語読みでは、ローラント、フランス語読みでは、ロランとなる現在は、両者もに、イーズ社として合併現在は1998年に、アエロスパシアル社と合併して、アエロスパシアルマドラ社となっている。ありがとうございます。